石垣議員。市民目線で全て考えてほしいです。一部の人間が後ろから卑怯、卑怯ですよ。後ろから背中を鉄砲で撃つ、こんな卑怯な奴らが堂々と言い切らん人間が何をうじうじ言ってんですか。はい、ちょっと、はい、続けます。はい、お前の言われる必要はない、バカ野郎、本当に。ちょっと座ってください、すみません。一昔前はね、もうアンチ童話といえば、もう共産党が急先鋒だったんですけども、最近は共産党もね、この童話行政とか解放同盟に対してはね、ちょっと腰が引けてるんですね。で、これ2つ理由があって、1つはやっぱり野党共闘ですね。共産党が立憲民主党なんかと共闘するので、で、まあ、立憲民主党をはじめとするこの旧民主党系っていうのはやっぱり解放同盟との結びつきが強いのでね、かつての社会党のつながりで、だからそこにどうしても共産党配慮しないといけないから、昔のようにこのアンチ解放同盟っていうのをこうゴリゴリやるっていうのは難しいっていうのは一つと、もう一つはね、もう亡くなっちゃってるんですよね、年いった人が。このアンチ解放同盟の急先鋒で、どっち実はね、そのもう水平社上がりの人とか、あるいはかつてのねブラック解放全国委員会なんかをね知ってる人とかね、そういう本当じいさんばあさんばっかりなんで、そういう人も亡くなっちゃったので、その過去の経緯をちゃんと知ってですね、この解放同盟に対してこう理論的に対抗できる人、あるいはまあかつてね解放同盟の仲間と一緒に活動してたゆえに解放同盟に対して恨みが強い人とかね、そういう人がどんどん亡くなっちゃってるから、もう共産党っていうのはもうアンチ解放同盟として、使えなくなりつつあるっていうのはそういう事実がありますね。で、そこでじゃあどうするかっていうので、まあ一つ考えとしてはね、じゃあ自分でね、このエセ童話から国民を守る党みたいなのを作ってしまうと。その可能性についていいサンプルとなるのはね、この福山維新の会石岡久也っていう人ですね。すごいでしょ。童話行政をポイ捨てしましょう、ストップ童話行政。福山って言ったら広島県の福山市ですね。まあ知ってる人は知ってると思うよ。福山、広島とか福山とか、これ童話行政が盛んなところなんで、そこでもこれを前面に出して、で、あの冒頭の映像を見ていただいたら分かるんですけども、この人もうむっちゃくちゃなんです。で、解放同盟はこの人問題にしないのかっていうと、どう無視してるみたいなんですね。というのも、もうむちゃくちゃなんで、こいつ自分で恥さらしてるから、もうほっといてもいいだろうって、その何も言わなくてもこの人ちょっとおかしいって言ってみんな分かるから、自分で勝手に恥さらしてるんだからいいんじゃないのみたいなね、スタンスだそうなんですよ。ところがそれがですね、実は去年この人当選してるんですよね、また。あの、だから2期目なんです、この人。で、もちろんこの人もう雰囲気からわかるけども、共産党とは関係ないところか、共産党とは対局ですね。防衛大学校出身で、この人自衛官でね、結構自衛隊で幹部クラスまで行ったのかな。それで退職した後、こうやって議員に出て、ストップ童話行政ってやってるわけです。で、まあ、福山維新の会、これやっぱあの大阪維新とは関係ないですよ、うん、だから、まあ、この維新の会っていう風にこういう紛らわしい名前をつけてるってもあるかもしれないけども、あれだけむちゃくちゃやってね、これストップ童話行政ってやってる議員当選しちゃうっていうのは、やっぱどんだけね、この福山で童話が嫌われてるんだっていうことだと思うんですね。とするとやっぱりね、このアンチ童話というワンイシューで地方で議席取るっていうのは実は結構簡単じゃないのかというのは、まあ僕の考えなんですよね。で、ワンイシュー政党としてね、やっぱ思い浮かぶのは、あの、N 国党なんですよね。NHK から国民を守ると。ただ、あれのようにはいかないと思いますね。NHK だったら、もう日本国内の全世帯、全国民の生活に密着してるから、まあ、アンチ NHK という主張に対しては結構ね、理解するというか、そういう人は多いと思うんだけど、童話に関してはやっぱりね、その、問題が、その、偏在してるんでね。西日本に多いし、なおかつその西日本の中でもその童話行政が盛んな地域というあたりに、やっぱりこの問題が偏在してるから、やっぱそのあたりじゃないと議席取れないので、とするとさすがにね、N 国党みたいにこうワンイシューで国政の議席を取るっていうのは多分ね、僕は無理だと思うんですよね、うん、それとN 国党ね、僕もまあ一度票は入れたんだけども、
やっぱ本当ね、ワンイシュー政党っていうのはやっぱ所詮ワンイシューなんですよね。 N 国と、まあ、一応ねある程度あの影響あったと思いますね、 NHK についてその何かしらね、あのあと、まあ、いろいろ政府で動きも出てるわけだし、一応インパクトあったと思うんだけど、やっぱそれだけなんですよね、まあ、アンチ童話、そういう政党というものを作って、まあ、活動するんだったらね、やっぱあの N 国党なんか反省を踏まえると、そのアンチ童話っていうだけじゃなくてね、やっぱりそのアンチ童話にしてもね、じゃあ具体的にじゃあどうするんだっていうちゃんとビジョンを示さないといけないし、まあ、僕の考えだとね、まずあの厚生労働省 の予算止めろっていうことですよ、うん、あとはまあ改良住宅なんかどんどん売ったりとかね、そういうことを進めろとか、まあ、どんどんね具体的な政策を出していかないといけないし、あとやっぱり童話だけやってもねちょっとダメなんでね、そのやっぱり童話からね人権問題全般ということで、今、まあ、LGBT とかいろんなところでね、他にもこうなんかこう、まあ、僕はエセ人権問題と言ってるんだけど、ああいうなんか変な利権屋みたいなのが出てきておかしくなってるでしょ、ああいうところに関してもちょっとね手を広げないと、その童話だけ目を向けててもどうしようもないっていうのもあるし、あとやっぱり政治家として普通の活動もしましょうっていうふうに僕は思うんですね。だったら鳥取ループが選挙出ればとかね、なんかそういうことも言われるんだけども、まあ、僕は家庭の事情とかいろいろしがらみもあってですね、それはできないんですよ。しがらみなければね、僕いくらでもむちゃくちゃやるんだけども、だけどもちょっと今は選挙出るとかそういうことまではできない状態で、でもねこれねアンチ童話一本でなんか政治がやってみたいっていう人がいたら、僕はぜひ応援したいと思います。ただね、この石岡久弥さんに関しては、僕この人支持するかっていうとあんまり支持しないですよ。やっぱりあのやっぱり品がなさすぎるというか、残念ながらねこのアンチ童話とかね、このアンチ差別利権っていうことになると、やっぱりどうしてもねこの品のない人とかおかしな人が出てくるんですよ。アンチにしてもね、この解放同盟のアンチにしても、ああいうあるいはあの反差別界隈にしても、やっぱり先鋭化していっちゃうんですよ。その反差別にしても、それに対するアンチっていうのも先鋭化していって、どんどんこう変な人というかこうカルト的な人が集まってきて、それでなんかいわゆるこの一般人に見放されてしまうっていうことの繰り返しなんですよね。まあ、やるんだったら本当にね、この常識的な感覚を保ちつつ、このアンチ童話をやりましょうって思うんですよね。ということでね、今日はこのアンチ童話で政治ができるかということについてのお話をいたしました。